グッドモーニングユーチュー。今日は十条先生によります GLP1 作動薬で腎臓を守る糖尿病編ということで、まあ、これまでにも多く GLP1 について教えていただいていますが、今回は糖尿病編ということになります。楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。今日はご紹介いただいた通り、えー、GLP1 受容体作動薬の腎臓に対する 作用、保護作用ということで、糖尿病の患者さんを扱ったトライアルになります。えー、今日はフロートライアルということで、えー、ご覧の通り、2型糖尿病の患者さんの、えー、CKD を持つ方に対する、えー、皮下中のセマグルチドの、えー、人保護効果を見たトライアルでございまして。 え結果としてはセマグルチド、ナオシュ1回の皮下ウは糖尿病性腎症の患者さんの腎臓のイベントを24%低下しましたということで、まあ、効果が明らかだったということで、途中で中止になった、まあ、そういう試験でございます。腎臓と心臓とそれに対するこれまでのまあ挑戦ということになりますけれども、えー、これ、よく見る図ですけれども、腎機能悪化のリスクの層別化ということになります。縦軸が えー、GFR ですねで、横軸が尿アルブミンということで、やはりその我々がよく見ている EGFR だけではなくて、尿中のアルブミンというのも非常にその腎臓の悪化のマーカーのということになっていて、CKD の患者さんも世界の5億人以上といるというふうに言われていまして、まあ、これに対する介入というのが非常に大事ということになります。 えー、循環器の我々がなぜ腎臓を意識しなくちゃいけないかということですけれども、まあ、これを見ていただくと、同じ縦軸に EGFR、横軸に尿中のある部分のクレアチニン比ということで出してますけれども、まあ、これが、えー、右、そして下に行って、リスクが高くなればなるほど、ですねご覧のように、心血管節のリスクも 高くなるということなので、やはり腎臓を守るということが、ひいては心血管死亡のリスクを低下させるということにつながる可能性があるからであります。これまでにはです、ね、いろいろな、まあ、薬が腎、えー、保護効果の検証されていまして、えー、まずは AC 阻害薬ですね、えー、これを見ると、えー、プラセボでクレアチリンが3から5という人です、ね、に比べて、 まあそういった人の AC 阻害薬はです、ね、クレアチリンが1.5から3の人も、3から5の人もです、ね、まずタンパク尿を早期から非常に低下させるということが分かっています。そして右を見ていただきますと、まあ、当然、クレアチリンが低い人で AC を飲んでいる患者さんというのは、えー、腎臓プラス脂肪のイベントというのは少ないわけですけれども、 同じクレアチニン3から5の人に、えー、を取り上げてみてもですね、プラセボに比べてシー阻外薬っていうのは、えー、この腎イベントプラス死亡というイベントを低下させるということが分かるわけです。えー、またですね、ラス阻害薬の仲間であります ARB に関しても、プラセボと比べてタンパク尿を下げる。そして、まあ、このロサルタンは、末期腎不全になっちゃう患者さんっていうのを、プラセボに比べて少なくしたということが えー、リナールという、まあ、2001年のトライアルで報告されていますが、この赤丸のところを見ていただきますと、えー、この腎臓のイベントの、えー、に開きが出てくるのはです、ね、1年半ぐらいからということがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。で、この ARB というのはです、ね、プラセボとアムロジピンと比べて、えーまあ、血圧はです、ね、アムロジピンとまあ同様に低下させているわけですが、右を見ていただくと、 腎機能悪化プラス死亡のエンドポイントは、アムロジピンに比べて、まあ、血圧の低下作用は同じなんだけれども、腎イベントを減らしたということが報告されています。そして、やはりですね、このイベントに差が出てくるのは1年半ぐらい経ってからということが分かります。えー、続いて、ですね、皆さんご存知の SGFT2 阻害薬の腎、えー、保護作用ということですけれども、やはりこれもですね、カナグリフロジンを使ったクリーデンスのトライアルですが、 比較的早期からあ尿アルブミンというのを、まあ、低下させていまして、人イベント、それから人脂肪、神血管脂肪というエンドポイントで見ると、えー、プラスボに比べて優位に低下させている。SGLT2 阻害薬の少し特徴的なところはです、ねえー、ラス阻害薬に比べて少し早めの段階からこのカプランマイラに差がつ、えー、いてくるということになります。 えー、これは糖尿病性腎症ではなくて、CKD 全般ですけれども、ダパ c k d トライアルですね、えー。で、皆さんご存知のように、ダパグリフロジンを投与すると、イニシャルディップがあって、その後、えー、腎臓のですね、えー、機能を、つまり EGFR の年率の低下っていうのを、プラセブルに比べて抑えてくれるということになります。そうすると、腎臓の大イベント、プラス腎、えー、脂肪、神経下脂肪のエンドポイントは、 プラセブに比べて明らかに良さそう。そして、このイニシャルディップの効果っていうのは、腎、えー、の大イベントにはあ早期の段階で関係してないということが分かりますが、やはりこの SGL ティクト阻害薬はです、ね、比較的早い段階、これは1年未満のところから差がついてくるということが分かります。えさらにですね、えー、ダパグリフロジンに続いて、エンパグリフロジンについても、エンパキドニトライアルで EGFR に関しては同じような動きを見せていて、 まあ、そして、イベントに関しては、1年弱ぐらいのところからあプラセムに比べて差がつき始めていると。で、えー、どちらかというと、このダッパ p p c k d の方がですね腎臓の、えー、ていうか状態が悪い患者さんが多く含まれていたわけですが、まあ、重症、軽症に、どちらに関しても SGLT 阻害薬というのは良さそうということで、まあ、これがクラスエフェクトだろうということが示されたわけであります。えー、さらにですね、この MRA ですね。 えー、フィネレノンを、えー、非ステロイド骨格の MRA ですけれども、これを使った糖尿、えー、病性腎症のトライアル、フィデリオ DKD ということですけれども、えー、早期からあ、えー、尿アルブミンというのを減らしていて、まあ、そして腎イベントを減らしているということですけれども、まあ、これを見ると、やはり MRA もです、ね、18ヶ月ぐらいからかな、まあ、もうちょっと早いかもしれないですけれども、えー、差がついてくるということになるので、 えー、これをここまでを見るとです、ね、やはり、えー、ラス阻害薬、そして SGLT2、MRA というのが腎保護にどうも良さそうということが分かるわけであります。えー、そうしますとです、ね、糖尿病の治療ガイドラインで、まあ何の、何を良くするかということを見て、比較している表になりますけれども。 ご覧のように、メトホルミン、SGLT2 阻害薬、今回の GLP1 重要体作動薬、DPP4 阻害薬、インスリン、SU 剤、チアーゾリジン、アルファ GI ということで、まあ、大抵のものが入ってますけれども、それを見ると、ですね、今日のターゲットの CKD の進行というのをにベネフィットがあるのは、ご覧のように SGLT2 と GLP1 のレセプターアゴニストということになりますね。 で、えー、横,横の方に見ていただくと、ですねこの2つのお薬っていうのは、動脈硬化、心不全、血糖硬下作用、低血糖リスク、体重減少っていうのは、まあ、非常にどちらもですねあのメリットがありそう、ただ、唯一はまあコストが今のところちょっと高いということになりまして、他のお薬なんかと比べると、ですね非常にメリットが大きいということと、まあ、あのリスクが少ないということがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。 で興味深いのは、ですねこの2剤が CKD 進行にベネフィットがあるわけですが、そのいうような傾向があるのは、ですね体重減少っていうところが非常にオーバーラップしているかなというふうに思うんですが、ただ、今までのあのトライアルを見ると、ですね必ずしもこの体重減少に依存するものではなさそうだということが言われています。 ということで、この GLP1 レセプターアゴニストですけれども、インスリンと比べたデュラグルチドの試験ですけれども、えー、空腹時血糖については、ですね、やはりインスリンの方が低下させるということになっていますが、まあ、その一方で、体重に関しては、デュラグルチド、GLP1 をですね、非常によく低下させていて、 えまたです、ね、EGFR はインスリンに比べて非常にその良好にです、ね、保たれているということがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。ですので、まあ、これも血糖云々ということではなさそうということが分かるわけであります。 まあその結果です、ね、リラグルチドのリーダー試験、それからセマグルチドのサステインシックス試験、まあ、この2つを見てもです、ね、えー、まあこれは腎臓に絞ったトライアルではないわけですけれども、腎臓に関してはどうも良さそうだということが、これまでに報告をされています。もうすでにメタ解析がされていまして、これはえと人気との、ね、GLP1 ベースのお薬というものを扱ったリーダーリワインドサステインシックスというものですけれども、 えこれを見ると、腎複合エンドポイント、それからけん制 RV 陰陽の低下なんていうのは、明らかに GLP1 にまあメリットがありそうということで、ただ一方で EGFR の低下だとか、透析導入なんていうのは、少しそのまあこれが人アウトカムがメインの試験ではないということもあって、ああ差がちょっと出にくい、出てないというところかなというふうに思います。 で糖尿病の治療ガイドラインを見るとです、ね、もちろんまずは生活習慣ですね、えー、食事、運動、禁煙、えー、それから体重の管理、まあ、そういったことをまずやりましょうという、次にお薬としてのファーストラインはです、ね、新型糖尿病については SGLT2 阻害薬、これは EGFR が20以上あれば、メトホルミンは EGFR が30以上あれば、まあ、このお薬をいきましょう。これがファーストラインですよということになっています。 2型に絞らなければ、ですねやっぱり血圧が高ければ、ラス阻害薬なんていうのがいいでしょうというふうに言われています。また、ですね、まあ、その後再評価、えー、全身の再評価っていうのをして、もし必要であれば、次に GLP1 のレセプターアゴニスト、それから、えーまあ、あの尿タンパク、えー、尿アルブミンが出てるんであれば、MRA なんかを検討しましょうということになっていて。 まあなので、全体的に見てみると、やっぱりファーストラインはメトホルミンと SGLT2、これが良さそうだ。で、必要があればラス相愛薬。で、セカンドラインとして、今のところ GLP1 と MRA っていうのが位置づけられてるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はですね、DKD、糖尿病性の腎障害、腎症にセマグルチドがどうだったかということになります。 モチベーションは、糖尿病性腎症の患者さんにおいて、GLP1 の重要対策動薬というのは、本当に腎アウトカムを低下できるのかということで、まあ、腎臓のリ、えー、悪化リスク高い人に絞って、腎アウトカムを見たという初めての試験になるわけであります。他国籍の無作為化二重盲検試験ということで、28カ国の387施設という非常に大規模なトライアルになります。 スポンサーはノボ・ノルディクスクさんで、えー、エントリー期間は2019年から21年の2年間ということになります。組み入れは2型の糖尿病で A1C、ヘモグルビン A1C が10%以下の人であり、かつ、えー、高リスクの CKD があって、えー、かつ、最大容量のラスト阻害薬を投与している症例ということになります。で、この場合の CKD の定義ですが、EGFR が50から75の人、 はえー、それプラス、えー、アルベミクレアチニン比というのが300から5000。で、また EGFR が25から50の人というのは u s c r が100から5000ということになっています。まあ、この UACR は300以上になるとですね、まあ、かなり、えーえー、尿たんぱく出ちゃってるなということになるわけであります。で、割り付けはですね、まあ、SGL という阻害薬があの飲んでいる人がいらっしゃったので、 まあそれで壮別化をして、無作為化をして、セマグルチドとプラセボグというのに割り付けましたということですね。えー、プライマリーエンドポイントは、腎不全とベースラインからの EGFR50% 以上の持続的低下、または腎関連、もしくは神経管死亡の複合エンドポイントということになっています。 プロトコルですけれども、えー、まずは3週間までのスクリーニング期間を設けまして、まあ、その後、えー、セマグルチドとプラセボの非課中週1回ということで、えー、0.25、0.5、1というふうに1ヶ月ごとに増量していって、えー、その後フォローアップということになりますけれども、イベントドリブン試験、つまりイベントが、まあ、差がつくだろうというふうに思われていたところまで、 えー、イベントが発生するまでやり続けるということ、そういう試験になってまして、まあ、約5年間ぐらいを想定されていた、そういう試験になります。でどんな患者さんたちが含まれてこの試験に含まれていたかということですけれども、まあ、赤が濃くなればなるほどです、ね、まあ、腎臓の悪化のリスクが高い患者さんということになりますが、この赤の人たちがベリーハイリスクということになって、この試験にはだいたいベリーハイリスクの患者さんが7割弱ぐらい入っているという試験で、 まあ、あの実際に腎臓のリスクが高い人に企画かどうかというのを見ることができた試験ということになります。えー、5,581人スクリーニングして、無作為化されたのが3,500人余りですね。スマグルチドを1ミリというのが1,700人ちょっと。で、プラセボが同等ということになりまして、えー、5年ぐらいを想定されていた試験なわけですけれども、あまりにはっきりとした 差がついてしまっているということで、早期終了勧告があって、まあ、3年ちょっとということの組み入れ期間になっています。その結果、ですね治療がインコンプリートだった人、不完全に終わった人っていうのがあどちらも2割5分前後いるというそういう試験になりました。ベースラインのプロファイルを見ていくと、ですねだいたい年齢が66歳ぐらい、女性が3割ですね。 で白人がまあ大多数3分の2いるわけですけれども、アジア人も4人に1人ぐらいは入っている試験になります。ベースラインのヘモグロビン a o c は7.8になります。BMI32 ですから、やっぱり肥満の人たちが多かったのかなということになりますし、糖尿病の罹患期間が15年以上という筋金入りの人がですね、57%というふうにまあ多く入っている試験ということになります。 えー、我々の中間心事項としては、ですね、慢性心不全の患者さん、どのくらいいたかなというところですけれども、これが2割弱ぐらいという、まあ、そういう患者さんになります。えー、ベースラインの EGFR は47と、まあ、50を少しかけるぐらいということで、えー、その分布としては、ですね、30から45という、まあ、いわゆる CKD のクラス 3B の人ということですかね、えー、に関しては、えー、4割ぐらい。 で30を切るような、まあ、4以上の人、で、えー、グレード4以上の人っていうのが11%なので、まあ、合わせてこれ半分ぐらいいるというようなことになります。えー、先ほどお話しした UACR に関しては、ベースラインが567ですので、まあ、結構アルブミン尿は出ちゃってるということで、検性アルブミン尿が出てる A3 の人っていうのが、まあ、7割弱ぐらいいるということになります。 s, s g l t 2阻害薬ですけれども、ベースラインでは15%ぐらいの人がお飲みいただいていたということで、インスリングユーザーが6割強ということになります。まあ、これは日本に比べると、やっぱりインスリングユーザーが、えーまあ、海外ですので、結構多めかなというふうな印象がありますね。<れ>ということで、GFR60 以上が2割ぐらいいるんですか、うん、あこれはあそうですね。確かに、そう言われるとそうですね。うーん スクリーニング期間中にもしかしたら悪くなっちゃったんですかね確かに2割ぐらい60以上ですね。まあでも、アルバニとかが出ていれば入ることができると。えーっと、今回は、あそうですね、50から75の人っていうのも入っていて、その人たちっていうのは、えー、これですね。 なので EGFR が60も入れますね。50から75の人で UACR が300以上の人っていうのは入れます。はい。そうなんです。だから、つまりそれ今の人たちっていうのは、だからこの大々、えー、色ぐらいの人たちってことになりますよね。はい。えー、プライマリーエンドポイントになりますけれども、えー、セマグルチドはプラセボに比べて、えー、明らかに。 腎臓の大イベントっていうのを抑制したとということになりますでハザード比は0.76ですので、24%のリスク低下ということになりまして、まあ、やはり今回もです、ね、この1年半ぐらいから18ヶ月ぐらいから、そのイベントにプラス分に比べて差がつき始めているというような、まあ、そういう結果になりました。 えっとですね、心血管脂肪、それからメイス、全脂肪に関してですけれども、やはりですねこういうまあ体重減少とか血糖効果っていう作用もあるお薬ですので、えー、今までのトライアル通りですねこの心臓のイベントに関してはかなり、まあ、な何ていうかいい効果が示せているということになりますので、まあ、今回は腎臓の側からインクルージョンして、心臓も見たということになりますけれども、やはり心臓に対する効果は強そうということになりますね。 はい、じゃあ EGFR はどうだったかということになりますが、えー、やはりご覧のようにです、ね、イニシャルディップがあるんですね。セマグルチドの方で明らかなイニシャルディップがあ,あって、イニシャルディップといっても結構その、えー、長く続くイニシャルディップですよね。12ヶ月ぐらいまで、1年ぐらいまではディップがあって、まあ、その後、えー、EGFR の低下作用が、えー、低下効果がまあ減弱しているということなので、えーまあ、結果的にですね、 えー、EGFR が、まあ、よく保たれているということになります。その他のパラメーターですけれども、えー、アルブミン尿は早期から低下、で体重も4キロぐらいですね、えー、落ちていて。 ヘモグロビン MRC は0.81低下、血圧に関しても優位に低下作用が見られるということなんで、まあ、これ、何がプライマリーか分からないですけれども、明らかにやっぱりその、えー、初期からです、ね、アルブミン尿は低下しているということになりますが、まあ、その他のいろんなあ、まあ、生活習慣病にお弱気するような、えー、ものというのはです、ね、非常に改善が見られているということになります。 えもちろん、試験中止しちゃった方っていうのもいるわけですけれども、全、まあ、中止は、です、ね、セマグルチド群で13%、プラセボ群で12%弱ぐらいいて、えー、一番はですね、やはり消化管障害、気持ち悪いということとか、便秘、下痢とかということですけれども、えー、そういう人たちっていうのがいて、消化管障害が4.5%と最多だったということになります。ただ、全体的には、えー、まあ13%と12%ぐらいで、まあ、そんなに大きな差はありませんでした。 イベントの詳細を見るとです、ね、先ほどお話しした腎臓の大イベントは24%のリダクションがあったということですね。で主要エンドポイントの内訳を見ると、えー、EGFR が50%以上低下してしまうのが持続するっていう人たちっていうのが一番、えーまあ、あの一番というか多く、えー、ハザード比が低下していたと。で、まあ、その結果としてですけれども、神経管死亡っていうのも、えー、30%弱ぐらい低下していました。 それからですね、まあ、EGFR の年率変化というのが、大体1年で1位ぐらい差がつくということになりまして、メイス、心血管死亡、それから全死亡についても有意差が出たということになりました。なので、まあ、腎臓と、それから心臓と死亡ということで、まあ、あのこのスタディーの多さがです、ね、目論んだ通りの結果になったというような試験であったわけであります。 アルブミンにはもちろん下がっていて、体重 A1C、血圧、それから年率の EGFR の勾配ですね、まあ、特にこのシスタチン C で規定した EGFR の低下っていうのが、まあ、顕著だったということになります。 なぜかというと、ですねこれやっぱり体重が減ると、見かけのクレアチニンというのが実は下がってきちゃって、ですね当てにならないっていうこともあるので、こういう場合はシスタチン C による EGFR の定義っていうのがどうも正確、より正確というふうには考えられています。有害事象ですけれども、まあ、重症の有害イベントっていうのは49%と53%で差はなさそうだということで。 えー、関心事項としては、ですね赤く示している重症の消化管イベントであるとか、重症の低血糖というのは、これ、プラセボと比べてもですね全然差はなかったということで、あの安全面に関しては、あまり問題はなさそうだということになります。サブグループ解析ですけれども、もちろんその大体すべての患者さんでですね守備一貫して、狭くるちどベターだったわけですけれども、まあ、少し注目してみたいのは、ですねエリアですね。 えー、ヨーロッパの人たちっていうのは非常に良さそうですね。ノースアメリカはちょっとイーブンぐらいだったということですね。アジアに関してはもうちょっとこう出るのかなと思いきやですね、まあさほどでもなさそうということで、えーまあ、ヨーロッパの人が随分よく聞きそうだということですね。でもう一つは、s g a t s 阻害薬を、まあ、飲んでる人っていうのはこれイーブンぐらいになっちゃっていて、 えーまあ、もちろん、この差はでついてないと思われるわけなので、えーまあ、SGLT2 阻害薬の有無にかかわらずということになりますけれども、やはりこの SGLT2 のです、ね、人保護作用、人プロテクションの作用っていうのは非常に強力なので、えー、相乗効果っていうのはちょっとどうなのかなっていうのは、少し関心があるところですね。 この試験のリミテーションですけれども、えー、まずです、ね、この試験開始になったときはです、ね、SGLT2 阻害薬だとか、E ステロイド性の MRA っていうのが非常に腎臓にとっていいぞということが、まだ確立しなかった時代ですので、えー、すごく少ないと、えー、いうことになるので、併用療法の効果というのを評価することが難しそうだということですね。 で3人に2人が白人の試験だったので、まあ、腎臓病というのは特に影響を受けるような黒人だとか、えー、ネイティブアメリカンとかですかね、の方々に対する一般化というのはちょっと難しそうだということ、それからお示ししたように、非常に腎,腎臓の機能悪化のです、ねえー、リスクの高い集団を扱っていますので、リスクの低い人たちっていうのはどうなるかわからないということですね。 まあそれから先ほどお話ししたように、えー、体重減少でクレアチニンのレベルが変わる可能性があるので、シスタチン C の方がまあよりいいですけれども、まあ、ほぼ同一の効果が見られたということで、えー、まあ腎臓に対する効果は問題なさそうだということになります。やっぱりそうなるとですね、えー、まああの白谷先生言っているように、まあ、メカニズムなんでっていうことですよね、特にイニシャルディップなんで出てるのということになりますけれども、まあ、これを少し見ていこうと思うんですが、 腎臓、えー、の線維化っていうのが、腎、まあ、機能悪化に寄与しているわけですけれども、これのメカニズムはですね、こういうふうに考えられています。代謝障害、えー、血行動態、それから炎症ですね。やっぱり炎症が非常に肝かなというふうにも思うんですが、まあ、それだけではなくて、やはり高血糖、肥満そ、それから脂質異常、まあ、そういったものがあるとですね、えーまあ、こういう透過された、まあ、タンパク質とか、まあ、いろんなものがあって、 まあそれがマクロファージを誘導してきてしまう。で、一方で、マクロファージのです、ね、活性化というようなことを、まあ、あの炎症でつかさどっているものがあって、まあ、これが、ねまあ、M1 のマクロファージというものに、まあ、あの活性化されてです、ね、非常にその炎症を弱気してしまうということですね。それから酸化ストレスとか、それから一酸化窒素の利用障害なんていうのがあると、 えーまあ、これ、代謝障害からまあ血行動態でというところにまあ影響をして、ですね、えー、このネフロンのところ、特にまあ子球体の血液の出し入れのところですね、えー、ところとかっていうのも影響して、えー、腎臓の還流だとかを悪くするということになります。えー、少しですねこの腎臓のネフロンのところを見ようと思うんですけれども。 インスリン抵抗性、それからシクロオキシゲナーゼとか、プロスタノイド、まあ、これはプロスタグランジンとかトロンボキサンとか、えー、プロスタサイクリン、えー、とこういうものだとか、あとカリクレインキニン系という危機慣れないで、ブラジキニン酸性系、まあ、こういったものによってですね、輸入細動脈が拡張しますよと。 一方で、アンジオ天心ンン2とかエンドセリンとか活性酸素、トロンボキサン A2 というのが、輸出細動脈を収縮させる。そうすると、いっぱい入ってきて、ちょっとしか出ないから、子球体のないやつがパンパンになっちゃうということがまずあります。で、それに加えてですね、高血糖、糖化タンパクですね、エイジってやつですね、活性酸素、それから一酸化窒素低下。 えー、血管内皮駆細胞の障害なんていうのがあるとですね、まあ、ご覧のように、この足細胞がやられちゃうとか、糸、え、球、ー、体の内皮細胞の隙間が空いちゃうとかっていうことになって、アルブミンニョと腎の線維化が進みますよということになります。そうなんですね、あの今回の試験だけじゃなくて、ですね実は AC 阻害薬でも MRA でもですね SGT 阻害薬でも、このイニシャルの変化というのが、 あまあ、早期に出てていいいる、る見られているととうことがありますで、まあ、それぞれ、まあ、一体何しているのかなっていうのは、すごく難しいところではあるんですけれども、やはり先ほどお話ししたようなですね炎症だとか、まあ、それからその輸出動脈、輸出再動脈、輸入再動脈っていうのの,の影響で、子宮体内圧が変わるっていうのが、s g l t 2阻害薬の1000倍特許じゃなくて、ですねあのこういう人保護効果見せが見られるお薬には、まあ、どれももしかしたらあるのかなということが考えられるわけであります。 もう一つはです、ね、このデュラグルチド GLP1 のレセプターアゴニストを使うとです、ね、タイプ6コラーゲンという、性、ま、異、あえー、化を促進するようなコラーゲンと、タイプ3コラーゲンという、それを抑制するようなコラーゲンのです、ねえー、がそれぞれ、えー、インスリンに比べて良い反応を示しているということがあるので、まあ、こういう人繊維化のマーカーも下げているということがあるので、まあ、こういったものがです、ねまあ、複合して、えー、どうも、 えー、腎臓の機能を温存している可能性がありそうだということになりますね。ただ、それはですね、やはり、まあ、1年以上経たないと、えー、EGFR に関してはやっぱり出てこないというか、えー、腎のイベントになっては現れてこないということが、まあ、示唆されたわけであります。こんな感じでですね、まあ、子宮体見てみると、まあ、いろんなあ、まあ、繊維化だとか、まあ、炎症がずっと持続することによってですね、 えー、いろんなところが下形成になったり、生理化したりするわけですが、まあ、もしかしたら、この、えー、今回の GLP1 の受容体作動薬によってリバースできるのかもしれない、もしかしたらそれ以上進まなくなるかもしれない、まあ、こういったことが、えー、今回のメカニズムとして考えられるわけであります。ということで、結合ですが、えー、今回、2型糖尿病と慢性腎臓病を有する患者さん、つまり DKD の患者さんですね、非常にリス,リスクの高い患者さんにおいて、 1> 週1回のセマグルチドの皮下注射っていうのは、臨床的に重要な腎臓のアウトカム、そして腫瘍心血管イベント、えー、および全脂肪のリスクっていうのを低減させることができました。えー、以上になります。はい、ありがとうございました。えー、今日は十条先生からフ、えー、ロー試験ということで、Type2 DM を。 患者さんでまあ、CKD ある方に、えー、セマグルチドを投与したところ、ま腎不合イベントが、えー、24%、えー、減少したということで、えー、5年程度の、えー、試験期間の予定でしたが、まあ早期終了して結果が出たと、まあ、いうことになります。まあ、最初はあの腎、ー、イベントが神、えー、血管イベントにつながるということと、えー、まあそれに関わる えー、または、えー、今のイベリエンスであります SGLT と MRLHLT の関する腎臓、えー、効果をえー、デビューしていただきました。えーまあ、本試験は、えー、b m 患者さんですけ六66歳ぐらいで、えー、BMI が32で、まあ、心不全の人が2割くらい生まれているという、まあ、中で、まあ、これまでの試験に比べれば非常に、えーまあ、シビアな集団特に腎臓のイベントが、えー まあ起きやすいというかもともとが悪い人にあっても、えーまあ、非常にいい効果があったと、まあ、いうことだったかなともす。はい、えーまあ、途中であの出てたんですけれど、まああの体重だとか血圧だとか、まあ、その他のところっていうのがあのそれぞれよかったかなと思うんですけどやっぱりちょっとこの、まあ、順番とかですね、まあ、どれが先に効いて、はい、まあどうなっていったかとか、ねうん、非常に気にはなったんですけれども、はい ななかなかそそこはちょっと言及難しい,いそうですね今回の試験もです、ねあの、もちろんこれまでの、えー、リサーチャーもそこはすごく気になっていてです、ねえー、これまでの試験では、えー、もちろんヘモグルビン m 1 c の低下作用だとか、えー、にはまあ依存しないというふうに言,われあの言っていてで、今回の試験でもです、ね、きょうお示ししませんが、体重減少とか血圧の変動ということには独立して人保護効果があったというふうには言っています。 まあ、あの体重今回4キロってことなんですけど、なんか僕の印象ではもっとなんか下がってるような試験も多くあったかなと思ったんですけど、そうですね。こんなもんでしたっけなんかめちゃくちゃ体重下がったりする試験も。おそらくですねそれ、それはですね、非糖尿病の肥満の患者さんを集めた試験というのだと、非常にその体重減少が大きいんですけども、もしかしたら今回はまあ平均の、えー、BMI は32ぐらいでは、 ありましたが、えー、多分そんなに太ってない人っていうのも含まれてるからなのかもしれないですね。あなるほどまあ、最後にあのメカニズムのことについても触れていただきましたが、まあ、なかなか難しいところもありますが、線維化やはり、えー、炎症の改善ということもさえるんじゃないかと、まあ、いうことだったかなと思っています。えー、フロアの方から結構です、ね、チャット来ております。あ白谷先生からええー、面白かったです。人法 作用の観点で、フィネレーノンスジ lp2 阻害薬と差別化することは可能だったのでしょうか？うんえー、こういう時は glp 作動薬が使いやすいというケースがあれば教えてください。はい、そうなんですよね。はい、あのー、この本論文中でもですね。そのファーストラインになりうるかとか。それからその。 えーまあ、どういう順番で入れるのかっていうのが、やはり関心事項だということを言われてはいたんですけれども、なかなかですね、まあ、先ほどお話ししたように、少しそのまだこの時代的に MRA ですとか、SGLT2 阻害薬っていうのが、もう、えーまあ、明らかな人保護効果があるっていうふうには分かっていなかったときなので、なかなかその症例も少なくてですね。 えーまあ、ちょっと分からない、結論できないというところはあるんですが、まあ、20年の時点2022年の時点では、ですねやはり、えーまあ、この SGLT2 メトフォルミンファーストで GLP が、まあ、セカンド、MRM もセカンドということになっているので、やはり SGLT2 阻害薬のですね、 あの人工効果っていうのは明らかでありかつまあ早いということがまあ言えそうだなというふうには思うので、これがやっぱりファーストでいいんじゃないかなと、でメトフォルミンに関してはやはりまあ安価であって、かつです、ね、そのまあ見直されているというところもあってです、ね、えー、あんまり悪いところないんですね、これ見るとね、えー、メトフォルミンは赤いところ、黄色いところがないので、 安価でこれだけ、まあその割とマルチで使えるお薬ということなんで、やはりこの上の2つが、えー、ファーストでいいのかなというふうには思います。で、えー、っと、まあ、サブグループのところでお示ししたんですけれども、これはやっぱりちょっと気になるところではあってですね、SGLT 阻害薬を飲んでいる患者さんは、どうもセマグルチドを乗っけてもですね、あんまり差が、こう、 出せてない可能性があるなというふうに思うと、やはり SGLT2 が強力なのかなというところと、なので、今度はだから SGLT2 を素早く飲んでいらっしゃる方のセマグルチド、まあ、を上乗せ、ありなしっていうので比較するのが面白いかなというふうには思いますが、やはりそうなるとですね、GLP1 というのは、えー、セカンドラインのそしりを免れないというか、そうなっちゃうかなというような気はしますね。ありがとうございます ある先生からもま似たような質問ですけれども、今後は DKD でアルブミンが漏れていた患者さんがいたらにコントロールあ、DM のコントロールですか。関係なく、まあ、つまり生活習慣病とか SGLT2 メトホルミンでリれまシて改善していっても、えーまあ、今回の GLP1 ですかね、うん、を入れていった方がいいのでしょうかというとことですが。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。なので、えー、っとそれがまあコストがですね、やっぱり結構かかっちゃうので、 順番っていうのと、まあ、その患者さんの状態っていうのを再評価してということになるわけですよね。先ほどお示ししたこの、えー、ガイドラインについてもですね、まずはファーストラインのお薬を入れて、まあ、ここの1段目と2段目のところで再評価しなさいって言ってるんですよね。なので、でそれで、かつ必要があれば、つまりまだ漏れてますよとか、やっぱりまだ肥満ですよとか、 血圧は高いですよとか、まあ、そういうことがあれば、ですねやっぱり次のお薬を考えていくという選択になるのかなというふうには思いますが、えーまあ、この今回の筆者らは、ですねやっぱりコンビネーションセラピーが今後の、えー、主流になるんだろうなというふうには言ってはいましたそうすると、まあ、やっぱポリピルというか、まあ、かそうですねポリピルというか、まあ、これは注射薬なんで何とも言えないんです、ね、あなるほど、えー、<laughs> そうです。 かりました、ありがとうございます。はい、フロアの方からいかがでしょうか<何>はり、い、先生から。うん。ちょっときました、えー。心血管器用があるなしで有効性に差がついているということでしたが、心不全のあるなしでは差がないということで、以上ですかね。何を語りますでしょうかえーっと。 気温のあるなしでは有効性に差がついているあ、えっ、ー、と、神経管の気温のありなしでは有,有効性に今回は差はついてないですね、腎臓の保護っていうことに関してはね。で、えー、CHF だから慢性の心不全の気温に関しても、まあ、差はなさそうということで、あのやはりまあ現在までですね、GLP1 も神経管イベントの低下作用っていうのはありますけれども、まあ、やっぱり SGLT2 阻害薬にまあ一律の腸があるのかなというのと、 えー、あとは心不全の、えー、低下に関しては、これはやっぱり SGLT2 阻害薬だということなんで、慢性心不全の患者さんは SGLT2 ファーストでいいんじゃないかなというふうに思いますが、神経管器用があって、まあ、かつ腎臓の問題がある、ね、アルグミニョがあるという患者さんは GLP1 ファーストということでも全然ありなんじゃないかなというふうに思います、はい、ありがとうございます。 安倍先生からは SRNA セーにしてほしいなどというそうなんですよ、ね、来てますが SRNA っていうのはこれ生産コストが非常に低いというのと、まあ、言うようにやっぱ半年に1回とかっていう風な打ち方で患者さんのコンプライアンスに影響されないっていうことがあるので非常にいいと思うんですがどうも話を伺うと まだその市場に出てくるようなレベルのものはなさそうだということでしたね、これに関しては。血圧、あの高圧薬に関してはもう出そうな感じですよね。ありがとうございます、えー。大体出ましたかね。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、そしたら、セントラルイラストレーション出ますか、ねはい、出しますね。まあ今日は死亡まで改善したということで、えー、インパクトはやっぱり高いのかなと思いました。まあ、GLP1 阻害薬。 が腎臓が心血管イベントを増やすと、まあ、心不全だけでなくてまあ死亡まで増やすという中で、うん、まあ今回の狭ルチる治療糖尿病性臓症のまあ、しかもかなりシビアな患者さんにおいても腎臓イベント24%低下したということで今後標準治療の一つになってくるかもしれないということをディスカッションで学びました。では皆様今日もコロナに気をつけていらっしゃい。